マプチャンネル。さあ今回も江戸川河川敷運動広場からお届けしていきますよ。今回は新しい草花に会えるかな。どうかな。今回は見たことある草花もいろいろ出てきますよ。それでは早速見ていきましょう。あとこの辺の青白い葉っぱはあるですよ。これも結構この時期摘みに来てる方が多いんですけど、ヨモギ。あ、これなんかよく見ますよ。あ、ヨモギ好き。ヨモギ好き。ヨモギ大好きです。天ぷらにしたりとか、はい、あと草餅に入れたりとか、じゃあどうぞ。はい、いやいやいや、ちょっと普段いただいてるんですけど。普段いただいてるんです。いただ、あ、普段積んで食べてるってことですか。それとももはやお庭に育ててる。ヨモギ餅とかで。ヨモギ。あ、いい匂いですね。元はここからです。うん、どうぞ。どうぞ。あ、いい香り。香りがすごい。うん、いい香りいたします。わお。うん、癒されますね。あれ？あ、終わり。あ、つくし終わっちゃったやつか。つくしも食べれましたよね。食べられます。ちょっとさすがに声が大なんですけど、食べるときはこの上の頭と、はいはい、あれもうしなしなで、頭を取って、はいはい、それからこの墓場って言うんですけど、はいはい、これも取って。墓場？墓場なんつことです。これを取って、でこの棒の部分を食べます。あ、上の部分を食べるんじゃないんですね。上の部分はもうとても食べられてしまうじゃないですか。てっきり上を食べるのかと思った。これあれですよ、オオブタクサ、ブタクサですよ。あ、ブタクサ、あの秋の花粉症の原因。花粉の原因ですよね。こんなにでかいのに木じゃなくて草ですからね。ブタクサなんだ。それでやられてたのか。草なの。なんで豚なの。この丸い草、これがわかんないですよ。なんで豚っていうか。よいしょ。なんかわかってないんですよね。なんだろう。あの、毎年こうやって種から芽が出て。これが豚草の芽？芽です。これが大きくなるんですか。大きいけど。だいたい4月くらいで、5、6、7、8の4ヶ月くらいでここまで出てくる。ここで、その後花粉を食べられますけど。うわ、やだ。種を作って、枯れちゃう。だから4ヶ月。でもこれまで、じゃこれでもう終わりなんですか。もうこれだから枯れてます。へぇー。だからお持ち帰りして、花瓶に飾っても大丈夫だと思うんですよ。いやー、いや、これ家に飾ってる。あ、ほら、これ入ってます。あ、でもまあ残念ながら外国の卵ですね。でも今日初めてですか。やっと、はい、ね、ここベラベラベラってなってるのは外国の卵。あ、でもなんか これこのタイプはよく見ますよ。このタイプ、はい、大体これですよね。で、外国の卵って言ってもイギリスだけで100何種類あるんですよ。ですごいのが、今日本に来てる外国の卵がどの種類かって分かってないの。何種類来てるかも分かってない。多分何種類も来てるんです。そうなんです、はい、だから知ってるようで知られてない外国の卵。そういうことなんですね。やっと、素早くないですか、ね、ワプちゃんの見つけた瞬間。これもでも外国の卵ですね。なるほど、はい、ただもしかしたらこれとこれは系統が違うかもしれない。マジですか、うん、はい、ね、普通にもでもあれですよね、黒いの。で、外国のタンポポって教科書だとここがビラビラってなりますよって言うんですけど、最近こういうビラビラならない外国のタンポポが増えてきてるんです。そうなんですか。タンポポって世界中どこにでもあるんですか。暖かいところだいたいあるじゃないですか。でもどうなんだろう、あの熱帯にはないかもしれない。あ、そうで、あと南極、北極、 あとエベレストの山頂も多分ないだろうな。高山植物ですかね。これもお花ですよ、この出てるの。スズメの片びらって言うんですけどね。はい、完全に草に見えますね、うん、草にしか見えない。あ、これか、これですね。この辺の穂みたいなの、これ。あ、お花の、ちなみにこれは食べれるんですか。なんだろう、どうだろう、触ってみてどうですか。食べられそうですかね。毒はないんですけど、ちょっと美味しくなさそうというか。触って分かる時あるんですか。いや、もうあの毒がないやつは完全に食べて美味しいか美味しくないかの問題になってきちゃうんで、なるほど、あれですよね。ちなみにワフちゃんってベジタリアンですか。野菜大好きですよ。あ、野菜大好き。在来種のスズメのカタビラは水田や湿地でしか見られないんだ。
秋の稲刈り跡に現れて、冬から早春にかけて開花。田んぼの作業が始まるまでに種を残すんだ。いかがでしたか？早速新しい草花が出てきましたね。他にもいろんな草花が出てきましたが、皆さん覚えていましたか？タンポポは最初のシリーズでも見たよね。本当にたくさんの種類があって僕もわかんないよ。世界中にあるからね。さあ次も新しい草花が登場しますよ。それではまた次回に。